でもここで下向いてられないんで、明日からもリーグ戦残ってるので、前向きな気持ちで勝ち点を必ずこんまでみが取りたいと思います。今日はありがとうございました。葉月選手また釣って戦いたいです。よろしくお願いします。ファイブスター初戦マナミ撃破。マナミ戦場から一人で乗り込んできたのはすげえすごいし、やっぱ団体背負ってる一人としての勝ちたい気持ちがすごい伝わったけど、今日勝ったのはうち。まなみ今日誕生日、二十歳の誕生日、まあ勝利で飾らせてあげれなくてごめんね。でもこれは勝負だから、またいつかシングルマッチでもいいし、タッグでもいいし、まあまなみとやり合いたいなと私は思ってます。2024年新夏女は私、
葉月が王冠とマントを手に入れたいと思います。今年の夏はかつてない暑さ、女子プロレススターダム5スターグランプリ2024新夏女決定戦、8月10日横浜武道館にて開幕。この夏一番輝く夏女が決まるその瞬間、あなたも現地で見届けて。最終決戦は8月31日武蔵野の森。チケット好評発売中。